いつもの状況に戻れることができました。今日も戻ってきました。なんでフレーズしたかわからないけどよくあるんですよね。今日も1週間続いて雨です。なんでかな、払いにかなね、年金を。ちょうど1万しかないのに年金が。そこから健康保険1万5000と介護保険が8万8000円で、8万8000円って8800円2万5000円ぐらい引かれるんですよ、9万しかないのにね。日本って本当ひどいね、ひどい国ですよね、もう。当時朝からですね、ぐすってしまっても仕方ないね。ほんで、仕事を今年には決めなあかんね、サンボラムでもね。ゆっくり焦らないと決めていきたいと思います。今日1曲目、南沙織さんの人恋しくて、いきます。あと大きいね。くれそうでくれない黄昏時は、くれそうでくれない黄昏時は、ふと目についた小石を蹴ったり、自分の影にじゃれついてみたり、なんとなく落ち着かない一人ぽっち。恋の相手はいるにはいるけど、喧嘩別れしたばかり。くれそうでくれない黄昏時は、くれそうでくれない黄昏時は、心がもろくなるものですね。古い手紙は燃やすには惜しい、読み返すにはなんとなく辛い。そわそわと落ち着かない一人ぼっち。何を知ってるか気がかりなくせに、何もせずにぼんやりと。くれそうでくれない黄昏時は、くれそうでくれない黄昏時は、タバコの煙見つめて過ごす。風は昼間は暖かいけれど、夜はまだまだ肌寒くなって、なんとなく人恋しい一人ぼっち。窓の下行く恋人たちは、肩を寄せて楽しそう。くれそうでくれない黄昏時は、くれそうでくれない黄昏時は、街の明かり数えましょうか。
ね、人恋しくて、南沙織さんでした。